この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ SG 第67回ボートレースダービー、本日いよいよシリーズ最終日を迎えました。長谷さん来ましたね。来ましたよね。いや6日間の総決算。そうですよ。はい。さあそしてね、最終日お天気の方も気持ちいい空広がってます。まあ、僕ら世代から言うと、うん、ビューティフルサンデーですよね、これね。わ、ね、かる人もね。爽やかな日曜というところでございますけども。でもいい天気ですね、本当、はい、優勝戦にふさわしい、ね、お天気になってくれましたね。うん、はい、うん。さあね、優勝戦第12レース、もちろん控えているんですが、もちろん昨日、準優勝戦も行われました。うん、結果、逃げ決着3本。決まりましたね。うん、ただ、すんなりとじゃないですよね、うん。進入で動きがあったのが9レースですよ。はい。で10レースも進入動きがあって3カドになったんですよ。でした。で、まあ11レースだけはね、はい、すんなり枠内でしたけどね。でも、うん、やっぱりさすが SG の準優勝戦、うん、1着はすんなりだけど、うん、道中の G 争いは混戦となりましたよね。と、しびれるレースが、しびれましたよ。多かった。さあね、今日もそのしびれるレース期待してしまうんですけども、うん、さあということでね、第67代のダービーキングに輝くのは誰になるのか、ぜひ皆様も最終レースまでお楽しみいただければと思います。さあそれではね、優勝戦についてお話を聞いてまいりましょう。まずはこちらのフリップをご覧ください。さあご覧の6選手によって優勝戦争われますが、高橋さん、はい、なんか気づくことっていっぱいありますよね。いっぱいあります。いやもちろん、ね、予選トップだった深谷選手が1号艇にいる、はい、昨日順位は、ね、1号艇3連発だったんですけど、うん、はい、でもなんかこれってちょっとなんか、ね、最近の中の SG では珍しいって言っちゃうと語弊がありましたね、はい、そうですね、初を狙う方がたくさんいらっしゃいます。そう、あの SG 勝ったことがあるのは2号艇ブス島選手だけですよ、はい、でも、ね、面白いのが、はい、SG 初優出が1号艇深谷選手、はい、金子選手、上平選手、佐藤選 手、4人もいる、はい、SG の優勝戦で初優勝が4人もいるっていうのは40年ぶりらしいですね、うん、そんなに。で枝尾選手も今回2回目だから、はい、まあ、ほぼほぼっていうのがフレ、はい、ちょっとフレッシュじゃないけどね、はい、優勝戦に関してはそういった面々が揃ったってことなんですよね。本当 ね、鼻息荒い選手もねいるのかなというところでございますが、みんなもちろん6分の1チャンスだけどね、うん、みんな、はい、俺がってね、はい、ただね、本当ね、泣いた男の仏島選手もいますからね。やっぱ強いですね。ねえ、しっかり乗ってきてます。はい、さあね、メンバーご覧いただいているんですが、長谷さんにはね、気力評価ももちろんいただいております。ご説明お願いできますか。出し惜しみはしません、気力評価は。仏島選手、佐藤選手、はい、10点です。あ、というのが、はい、あのエンジン素性とか、キレキがあるじゃないですか。はい、キレキで言えば、うん、この仏島選手の75、はい、金子選手の23、はい、佐藤選手の12、はい、これが本当に初走しかいいモーターなんですよ。はい、ブス島選手は出してますよね。佐藤選手も出してますよね、はいはいはい、コメント的にももう全部がいいということを言ってますからね、はい、ブス島選手はあの上がりタイムもいいし、はい、あの大村で、ね、発表してるのは一周タイム、前足タイム、はい、だって一周タイムって、はい、大体みんな36秒台とか37秒台なんですよ、はい、35秒台になったらすごくいいんですよ。内村選手昨日順位は 35.85、 わお、深谷選手も 35.92 出てます、はい、ただ内村選手あの回り足タイムがね5秒台で出てます。これ5秒台なかなか出ないんですよ、はい、昨日はなんか乗り心地が来たのが一番大きいって言ってましたね。万全ですね。佐藤選手も昨日の準優勝の追い上げっていうのはすごかった。それもあのいいモーターの前本選手相手に、うん、一周一マークはどこにおったと思ったぐらいのところにいたんですよ。結構厳しい位置に。もう、おいやあれもう本当、佐藤選手、はい、気持ちももちろん入ってるけど、あれモーターの後押しがありましたよね。はい、だからもう2と6が2強と思っていいんじゃないですか。なるほど、10点がついております。その次は深谷選手もやっぱりこれモーター 20% 台ですよ。ですね、もうそんなんじゃないですね。はい、で金子選手も出足回り足いいですよね。うん、だからもうこの辺はまあ仏島選手、佐藤選手、追いかけるのは1と3かな、はい、枝尾選手もレース足はいいと思います、はいはいはい、上平選手ちょっと気温が下がって良くなかったけど昨日なんとか持ちこたえたけど、うん、ちょっと6人に入ると見劣るのかなと。あ、なるほど、ちょっとね、はい、
余談になるんですけど、はいはいはい、昨日ずっと試運転特訓見ててね、はい、深谷選手と仏島選手が、まあ、昨日順位1号艇だったんですけど、はいはい、レース間特訓で一緒だったんですよ、はい、で深谷選手がインコース、仏島選手が2コースってあったんですけど、うんうん、はい、仏島選手の方が良かったんですよ。で逆に仏島選手がインコース、はい、深谷選手2コースあったんですけど、はい、仏島選手の方が良かったです。なるほど。昨日の時点の比較でやっぱり仏島選手の方がね、はい、あの行き足っていうかね、伸びに関し、まあ、行き足か伸びにかけてのスリット付近は仏島選手の方が一番よりか良かったです。なるほど。ただ深谷選手もね、はい、調整うまく合わせてるんでね、はい、まあ、本番ではそれほど差はないかもしれないけど、ちょっとここは楽しみな一戦となりましたね。そうですね。そしてね、ちょっとフライング持ちの選手がね、4人いるというのもね。いやー、そうですね、4人いるですからね、はい、だからもちろん SG の優勝戦はもう誰もフライングは切りたくないですね、はい、だから深谷選手どっちはフライングを持ってないっていうのは有利に運べる要素としてはありますね。はい。さあね、仏島選手、佐藤選手が10点という記録評価でございます。ぜひね、この記録評価も皆様にはご参考にしていただきたい。記録評価は、うん、もうなんか魂込めてる、はい、さすがモーターマニア。ぜひね、こちらの数字も覚えておいてください。さあ、それでは長谷さん、展望番組最後の展開予想でございます、はい、優勝戦でもちろんございます。続いてのフリップ、うん、早速ご覧いただきましょう。さあ、ということで第12レース優勝戦でございます。さあ、見出し私読んじゃいますね、はい、ダービー連覇を狙う仏島選手、そして SG 初優勝を狙う5人、もう1対5みたいな。そうでも普通に考えればっていうか、はい、まあ、深谷選手予選トップからの王道逃げを決めたいレースですよね。そうなんですよ、 SG 初優勝の大チャンスですよね。はい、大村の優勝戦って今このモーターね、6月からモーター変わってね、はい、全部1号艇変わってるんですよ。11連勝で、前回のモーターの最後の G1 が1回戦勝った時も、はい、も今大村優勝戦12連勝してるんですよ、1号艇。なるほど。なのに、はい、すいません、あのモーター重視で仏島選手、いや、初残らしい。さっき言ったように、うん、ちょっと昨日の試運転特訓見ちゃったんで、はい、まあ、競馬でいう調教ですよね。そうですね、そういうことですね。でも、はい、仏島選手と深谷選手のあの合わせ方を見たら、うん、仏島選手と違ったんですよ。だから仏島選手2号艇でコース不利で、はい、フライング持ちなんですけど、うん、プレッシャーかかるこれ深谷選手インなのかなと思ったんですよね。だからちょっと、まあ、あと経験値ですか、はい、そうなりますね、SG 走り慣れてる、優勝戦走り慣れてる経験値、はい、なおかつあのナイターキング、うん、いや深谷選手にとってはこれはね、でもね、かなり SG の優勝するときって、まあ、そういったプレッシャーを跳ねのけての戦いですからね、うん、はい、でも、私も性格が曲がってるんでねもう1からじゃなくてはモーター重視で仏島選手、うん、2コースから刺しても届く可能性があるし、はい、スタートで少し仏島選手が前に行くと、はい、できちゃうんじゃないのかな。今節もね、はい、仏島選手2コースからまくったレースがありました、はい、あれが僕の中で印象強くてですね、あの時点でうわ仏島選手出してきたなと思ったんです、うん、で、あの行き足伸びが良くて、うん、乗り心地まで来たっていうことは、はい、あの仏島選手のすごいターンがね、はい、できるんじゃないのかな、うん、予想っていうのは市場挟んでダメないけど、深谷選手ももちろん勝ってほしいんですよ、はい、いい子でね、もう頑張ってるから、うん、でも、はい、モーター重視でちょっと狙ってみました、本命は。なるほど、まあ、2、1、2、3から全ということですね。というのが今のところねちょっと迷ってるんですよ、3着というのが、はい、上平選手と江戸選手はね、うん、やっぱり6番の方がモーター出てるので6人印回してるけど、はい、コースは有利だし、うん、そうですね、やっぱ3着っていうのは必要なのかなと思って、はい、だから2が刺せば21だし、はい、2がまくれば23と思ってるし、はい、でも3着はもうごちゃ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 っていうんでね、ちょっと今のところまだ決めきれてません、はい、なるほど、正直なところ。で、そう、うん、で深谷選手が逃げた時っていうのは、はい、仏島選手がすんなり2コースから刺してくれたら1、2かなと思うんですよ、うん、ただ2コースがまくっていっちゃうとね、はい、ちょっと展開もろもろあったりするんでね、はい、まあ、これは1か逃げても、はい、仏島選手の 2、3 着というフォーカスですね。なるほど。ここもちょっとまだね決めきれてないんですよ、はい、あの今日も気温が下がるので、はい、当日の気配っていうのはね、うん、見たいなというのがあるんですよね。なるほど。やっぱりこう気温がぐーんと下がっちゃうと調整難しいし、はい、フォーカスさっき言った展示タイムや一周タイム、うん、その辺もちょっとね、はい、見てね、数字のいい選手、まあ、現時点で言うと、まあ、
2本目で2が刺すか行くか、1が逃げるかとは思ってますけどね。なるほど、まあ、とにかくね、うち両者の接戦というか戦いかなという。というのが、うん、先ほど高橋さん言ったように、フライング持ち場選手は多いんですけど、うん、4角になりそうな上平選手、はい、スタートコンセプトあまり決まってないんですよね、うん、早いのはいけてない、うん、なるほどですね。ただスタートっていうのは水物で、はいはい、昨日まで生きてなくても行ける可能性があるし、はい、昨日まで生きてたけど、はい、行けない可能性もある、うん、けど、うん、4カード7行きたい気持ちはあるんだけど、はい、うちもしっかり行きそうなんですよね、うん、そうなればやっぱりちょっと外からの頭っていうよりもうちの争いになる、はい、まあ、結論とは1が逃げるか2が行くかっていうのを僕はそう思ってます、はい、なるほど。さあね、本戦の回目はご覧のフォーカスでございます。狙い目、記録評価10点、初段らしい、こちらもモーター抜群ですよ、はい、本当に今節はよく出てますね、うん、今節の佐藤選手のね、はい、動き、走り、まあ、ホームページ見ればね、リプレイ見ればあるんですけどね、はい、道中追い上げてぐんぐん来てるっていうレースが多いんですよね、うん、失敗してても1マーク失敗しても道中追い上げてあれよあれよと前に来てるという、はい、あるんでね、うん、佐藤選手、本当にこう楽しみな船足ですよ。はい、まあ理想を言えば4型だったら面白かったけど、うん、6コース、はい、でも6コースなってもね、はい、思ったらフライング持ちでスタートどこまでいけるか。なるほど。やっぱり過去にね、まあ、新鋭王座でね、はい、大きなレースでフライング切ったら苦い経験があるので、はい、そこはやっぱり意識はあるでしょうね。なるほど。どこまでいけるか、はい、切れば面白いと、うん、例えば16とか、はい、26とかこの6絡みっていうのが狙いと思います、うん、なるほど。いやね、長谷さんの話を聞いておくとね、まあ、6コース回りになってもねスタートしっかりいってね道中戦となると2着十分かなと。いや、やっぱりね、うん、モーターはやっぱりこの道中で差が出てくると思いますよ、うんうん、だから強い相手ばっかりだけどもこのモーターで楽しみなのが6番ですよ ね、 ね。いや6がね船券に絡むとねちょっと配当的にももちろんね、SG はもちろんですけどやっぱ優勝戦の特に1から売れますからね、はい、外枠で誰が穴っぽいのかな、やっぱりこうモーターで6番がちょっと穴っぽいのかなと思いますね、はい。いや本当買い目狙い目長谷さんのねモーター重視した予想、まあ、ご覧のようになっております、はい、さあね、ただね本当歴史あるダービーですからファンの方もね本当ね好きな選手からね応援するっていうのもいいかもしれませんね。僕はいつもそうなんです、うん、SG の優勝戦というのは自分の応援してる選手をまず買いたいんです、うん、はいはいはい、この選手好きだからちょっとこの選手買ってみよう、うん、買ってみようって、はい、そういうのからプラスしてね、はい、こうちょっと僕予想してるんで ね、 そでねこの選手のモーターがいいんでそこを集めとかね、はい、そういった買い方をしていただければいいかなと思います、はい、ご自身の予想ね長谷さんのフォーカスも乗っけていただいてというところでございます、うん、さあということで第12レース優勝戦ご覧のフォーカスいただきました。ぜひ皆様もご参考にお楽しみください。さあということで長谷さんにはね展望番組6日間お付き合いいただいたわけなんですが、はい、もちろんね今節シリーズ最終日でございます、はい、最終日の男ということで、はい、ピット解説にも第5レースからご登場いただいてますので、はい、そちらでのご活躍も期待しています、はい、さあということで展望番組6日間お付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。